プロフィールの写真でも何十枚もの中でこれやってくださいとかっていうのも僕も自信持って言えるんですよ。それは何かというと第三者的な客観した目線、これをやっぱりね大事にせなあかんですね。でそういう部分ではこの左側の上の段とかはすごくちょっとこうやっぱり近寄りがたいね名タイプのメイクになってたんですよね。でこれは美容家とかメイクアーティストがよくあるパターンなんですけど、腕があればあるほどいろんなものをこう知ってるから乗っけてしまうんですよ、顔の上にテクニックをね。だけど客観視して引きダウンするっていうのがこうバランスをきちっと取らないとダメなんで、同じ名タイプでもやっぱり右下の段のコメントを入れてるあたりが一番やっぱりいいでしょう。こんだけやっぱり同じメイクをしようとして名タイプでメイクしても日によってこういうバラつきも出てくるし、印象が変わりますよということね。それから耳タイプもこんな形でやっぱりこう写真に撮っていくとですね、やっぱ分かってきますよね、いろんな印象が変わるっていうことですね、横にね3等分したとして、その方がどこに一番影響をしてるかって、インパクトが強いか、左脳というのは右半分の体を司っていくということは顔もそうで逆になるわけですね。たった 7% にかける自己紹介の内容みたいな感じですよ。あいつ嫌いとか合わんとかっていう風になってしまうと、その耳タイプの良さとか目タイプの良さとか自分の低タイプの良さも認識できなくなってしまう。好き嫌いっていう感情だけで終わってまうと、何々タイプのこういうところが今一番強く出てんねやなということで自分が理解すればなんて腹も立てへんし、でそのタイプの特徴を魔法の言葉を使ってコミュニケーションじゃ より取って、そうすると名タイプ、彼女は名タイプかわからないけど低タイプのメイクで来てる時は心理状態はゆったりしたいからっていうことを戦略的に考えてゆったりする場所を取って、でしかもその低タイプのメイクに長男くんがいいなって思ってるんであれば名タイプかもわかりませんよね、長男くんが。そしたら名タイプからすると低タイプの癒されるメイクが大好き、そのお互いのストレスがないわけですよね。再確認ですけど、そのさっき手から耳、耳から目、目から手っていうこの憧れる、異性の場合は特にこれが強くなる傾向がある、長男君が言ってくれたように自分を変えるということもできるとですね、すごく応用編が効きますよね。すごいいい香りしませんか、好きですかこの香り。香りはもう大好きなので、香りがあるものしか買いません。そうなんですね、これね触るとすごくね柔らかくて、手にのせるとねスルスルスルって伸びるんですよ。ちょっとつけてもいいですか。はい、ちょっと手出してみてください。間違った方法をやってる人が多くて、低タイプの方に、理論理屈とかもうそれから、どこそこのメーカーでみたいなことを言われるとですね、なんか引いてしまうんですよね。実際のコミュニケーションの力というのは何タイプって分かって終わりじゃないんですよ。そこからどう対応していくかが力なんですよね。でそういう意味でこの今やってる僕の講座っていうのは複雑に絡み合っている、人間模様とか人間のこの対応の仕方っていうのを経験値をこう積み重ねていけるようになっているんで、きっとこっちの方がねこういうアドリブ力っていうのかな、とっさにこの人とこうお会いした時に出ていくアドリブ力、これをつけていくにはいい講座だと僕はもう自負してるんですよ。